山本ー五郎作「シャーロック・ホームズ」その第23回第10編「美しき出版」第3章「万事解決」男爵がどの番であったなんという奇怪な結末であろう人々は事件の意外な発展にただただ驚き呆れるばかりだったさてこれで失 仮人物が揃いました。ホームズは立ち上がって。これではこれからモンゴル王の宝玉2億万円の財宝をご披露することにいたします。どうぞ広間へ。そう言いながら静子を助けてその部屋を出た。村田刑事課長もどの番も引いて、ボン太郎と共にその後から続く。広間へ来ると、 昼のように伝統が灯っていて、片隅の椅子には、刑事たちに守られた漢器のみじめな姿があった。ホームズは漢の前へどの番を押し合って。さあ、仲間同士のご対面だ。どこでゆっくり語り合うがいい。あに遠慮することはないさ。おうとつ、驚くものを見せてやるからな。ホームズはそう言って、 広間の中央に置かれた鉄のトランクへ歩み寄ったその中にこの事件を巻き起こした王の財宝が入っているのだ人々の目は火の予防に鋭くじっとホームズの手元を見ている沈黙が続いたホームズはしきりに序前のコンビネーションをいじっていたがやがてピーンとジョボの外れる音がしたさあ ご覧ください。ホームズはトランクのふたを開けこれが関石器並びにドノバン君の盗み出した王の財宝でありますそう言ってトランクを横ざまに倒した中は空である空何もないがらん痘なのだほっ意外意外。意外 人々が命を懸けて奪い合ったトランクの中身は塵りひとつないガランド語であったご感想はいかがですねドノバンくん関関先生もいささかお顔色が変わりましたな <laughs> いやもっともですあなた方が追い張りで軽井沢山荘から盗み出したトランクが こんな有様とは意外でしょう村高町がせき込んだ調子で「では王の本欲は?」「あります」「2億万円の財宝は安全な場所に40年来そのまま秘蔵されてあります」「お目にかけますからこちらへおいでください」ホームズは広間を横切って壁際へ進んでいったと思うと そこに置いてある古代鎧を取りのけしばらくその下を探っていたがやがて床板の一部をぐいと引き上げた人々が覗いてみると床下が一メートル四方ほどの仕切りになっていて金庫の蓋のようなものが見えているホームズは指先も巧みに動かしながらコンビネーション組み合わせ秒を回していたがやがてとっても掴んでぐいと蓋を開けた 人々の口から嵐のように簡単の声が上がった「見よはめ込み金庫の中には目もくらむような宝石がぎっしり詰まっているダイヤモンドルビーエメラルドあらゆる気泡珍珠が三んと花色の虹を放って輝いているのである「謎を解くと簡単です」ホームズは立ち上がって説明した。 あの4枚の書面の表に書いてあった碑文は、実はこうした犯罪者が出た時のために作ってあったもので、本当の碑文は紙へ透かしにしてすり込んであったのです。え透かしですってさよう。表面には偽りの埋蔵場所を示し、透かし刷りで本当の場所を示したのです。 これだけはさすがのどのば、カン先生でも気がつかなかったそこで偽りの碑文にだまされて軽井沢山荘の庭からからのトランクを盗み出したというわけですお目にかけましょうそう言ってホームズは4枚の書面を取り出し明かりの方へかざしてみせたなるほど髪を透かす明かりに ありありとすかしずりの秘文が見えてきた第四章大断園美しき出版それから三日の後横浜桟橋に出版の用意を急いでいるフランスの船ラベル号の甲板にオームズを取り巻いて村田刑事課長ポンタロウそれから多くの新聞記者たちが がや,がやとにぎやかに話し合っていた「今日こそ我が名探偵シャーロック・ホームズが海の波万里を越えてはるばると日本へ渡ってきた目的を達し晴れの帰国の途にかしま立ちする日だ」「湧き返る小山の嵐の中にホームズはにっこり笑っていった私は改めてここに」 ボンタロウを紹介しますこの少年はコントの事件にあたって実によく働いてくれました私の成功した半分の功績はボンタロウ君のものですどうか拍手してやってくださいボンタロウ万歳人々は歓声を上げながら盛んな拍手を送って ボンは顔を赤くしながら、ペコリとお辞儀をしたが、ホームズの方を振り仰いで、僕は先生に報告があります。と言った。実は僕、村田刑事課長さんに引き取っていただくことになりました。これからうんと勉強して、大きくなったら、日本のシャーロック・ホームズになるつもりです。新聞記者たちは、再びわーっと拍手をした。 ホームズはニコニコ笑いながら「それはおめでとう」「私は君の名が探偵界に現れる日を英国から期待しているよ」さて皆様最後にもう一人皆様にご紹介するものがありますそう言ってホームズが振り返ると向こうから美しく着飾った真田男爵の霊場静子が 顔をっとららめながら近寄ってきた。こちらは真田静子嬢、私の未来の妻ですわどよめきが巻き上がった静子城は不幸にもこの度の事件で父上と姉を同時に亡くされました静子嬢は 日本にいる悲しさに耐えられぬので23年みっしり英国で音楽の勉強をなさるおつもりですそのあとで私たちは結婚いたしますホームズがそう言って振り返ると静子は恥じらいながら進み寄りホームズの差し出す手を握って表を伏せたボン太郎も 刑事課長も新聞記者たちもやデッキにいた全乗客がそろってこの美しい光景のために盛大な看古と拍手とを送ったのである「空は晴れた風は微風だ」「二人の美しき船地に平安あれ」 山本周五郎作「シャーロック・ホームズ」「全文」「読み切り」「書出新少年」付録1935年12月号より「朗読」「完了」「2021年11月19日」「これにて読み切り」。